途中出場となりました。今日の試合、ご自分の出来、チームの出来振り返ってください。立ち上がり先制して、ですぐに追いつかれてしまって、そこからはもう後半もずっと山形のペース で、で自分が入るときは富樫さんに、やっぱ前からチェイシングして、自分たちのゲームしようってことを言われて、で、まあ、結果チームが勝てたことは良、かったと思います。久しぶりのベンチ入り、出場する瞬間いかがでしたでしょうか。そうですね、試合前は久しぶりだなっていう思いだったんですけど、でも試合に入ったらもう、やっぱ戸川さんに言われた通り、もう関係ないと思って、残り10分15分でやっぱ自分が結果残さないといけない、自分が、このヴェルディにこの1年間何も、返せてなかったので、まあ、これこの1点で返せた とは思ってないですけど、まあ、まずは、決めれてよかったと思います。決勝ゴールがプロ初ゴール、はい、ということになりました。もう率直なお気持ちを聞かせください。率直に嬉しいですそうですね、やっぱりあの初ゴールで、やっぱ本当はホームで、皆さんの前で、見せたかったんですけど、でもやっぱりこのアウェーの中でも、非常に嬉しいゴールでした。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、はい、まあ、北脇選手にとってはプロ1年目ですが、まあ苦しい時間帯もあったと思います。まあ、この1年全体振り返って今一度いかがでしたでしょうか。そうですね、まあ、本当に非常に、まあ、みんなから見ても多分、非常に厳しい、シーズン、チームとしても、自分個人としてもそうだったと思うんですけど、まあ、この1点で、今年1年良かったとは言えないですけど、まあ、1試合でも、チームに貢献できたことは、非常に良かったと思います。最後に本日の喜びを、コメントで、締めくくっていただければと思います。やった。